あちれの夜。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もビヨンドやってまいりましょう。いや、前回パート長かったな。1時間10分くらいぶっ通しで実況したんで、これまでの最長が45分くらいだったから、マジで疲れた。はい。ということで、今回は面会が終わった後、その面会後の夜っていうところなのかな。うん。あなたと別れて暮らすのは寂しいわ。何が起こってるのか調べるだけよ。ホームレスのパートで、映像の中で赤ちゃんを産むシーン、女性がいたじゃないですか。これ、あっという間に終わるわ。記憶が正しいかどうかわかんないけど、ほんまさっきからこの旦那つかお父さん、最低なやつやな。まあ、それはいいとして、この人とこの映像に映ってた女性が一緒だ気がしないんだよね。やっぱジョディの将来の姿なんじゃないかな。で、あとやっぱソルジャーっぽいジョディね、あの、マシンガンを背中に背負ってたあれとか、すごい格好として気になるんだけど、果たして一体どうな感じなのかっていうところだね。ジョディ、はい、ご両親やお家と離れて寂しいけれど、ここなら何が起こっているかわかるかもしれないんだよ。君を守るためにもね。そういう研究説ってことだね。誰にも私は守れない。おお、7歳か8歳の女の子がそこまで悟ってるっていうのはすごい、結構悲しい。君の持ち物はバッグに入っている。私たちは隣の部屋にいるよ。24時間見といてあげるよ。必要なものがあったり何か起きたら呼んでくれればすぐに来る。わかった。いいね。ピザが欲しい。あ、それであのあれか、隣の部屋だ。わかったわかった。めっちゃピザ積んでたけどな。おやすみ、ジョディ。グッナイ。大丈夫なのかな、子供だけの部屋であんな画鋲を刺しまくったコルク栓、コルク栓じゃない、栓じゃない、コルク板がバーンってあるけど。さて、これを、それじゃ、どこで着替えようかな。まあ普通に考えればあれだよね、ベッドだよね。ここで着替えてたらね、あのマジックミラーから見られちゃうもんね。キャー、教授のエッチーってなるからな。ああ、ここか。それはそうだよな。バスルームはさすがにいくら女の子というか、そうそうそう、やん、レディーだね。いいよ、パジャマ。あ、かわいい、うさぎちゃん。もうこんな自分の娘がここまで大きくなってさ、こんな花柄とかおさちゃんのさ、ピンクのさ、パジャマとか着てたらさ、もう一晩中ギュッとしてたよね。絶対パパ臭いって嫌がられるかもしれないけど。で、カバンの中を見てみましょう。何が出てくるかな。ピンポンとかかな。一人じゃできへんちゅうね。あ、そうそう、この子がいないと私寝れないのよ。ほら、うさちゃん。うさちゃんって名前なんだ。私を見に行こう。それはいる？右手のやつ。右腕じゃなくて右手のやついるかな？電子レンジとかも自分でなんかこう食事とか冷蔵庫とかもあるんや。いろいろ気になるね。じゃあ、あなたをベッドの上に置いてあげましょう。ん？寝るとこ見に行こうって寝るとこ見に来たよ。寝るとこ見に来たけど、なんかどっか置けないのかな。さあ、寝る時間だよ。うわ、ちょ、何？え？どっから声したの？ね、寝る時間なんだけど、寝れないんだよね。コマンドが、あ、あったあった。あ、そこに置くんかい。完全にベッドやと思ったけど。うさちゃん、あ、なんか歯が可愛らしいな。さあ、ちょっと覗くか。ここでなんか会話してないかな。あれ？教授？テレビの途中、あ、お、これはどこや、 NCAA かな。それっぽいね。 NBA ではないね。うん、誰やろ。すっごい気になる。2投目。あー、いいシュート。このユニフォーム NBA にはないからね。あ、急にチップオフに始まっちゃった。じゃあこれ以上見てられはない。お前集中せえや、監視に。ちょっと今こっちチラって見たやろ。まあ、分かっとるや、レイデンの存在。おう、おう。なし、じゃあみかん、バナナ、
さあ、寝る時間だよってもう一回言われそうだからね。その前にちょっといろいろと見ておきたいので、開けられない。まあ、寝てくれたら、そうか、仕事としてはあれなのかな。ちょっとお水一杯飲んで寝るとかそういうのはないのかな。じゃあ、寝る時間だね。で、寝てる間にいろいろポルターガイスト現象が起こるみたいな、そんなオチになってくるのかな。通常でいけば。じゃあ、寝ましょうか。なんか、うわ、カッチカチなベッドやな。全然、弾まんやん。大丈夫かな？そんなので。おやすみなさい。じゃあ、電気を消すよ。おやすみ、ジョディ。待って。待って。暗いのは怖いの。明るいままにして。電気は消さないで。どうして？真っ暗なのは嫌いなの。いいよ。睡眠の質を高めるためには、本当は真っ暗の方がいいんだけど、まあこれは、ね、うん、子供のね心理状態を考えればおやすみ、そうだね、こっちの方がいいね。大丈夫エイデン、うん、今夜はぐっすり眠って。了解であります。起きないわ。そうでございますか。じゃあまずは右を向いて、あ、じゃあん左を向いてか。左を向いて寝るのがいいっぽいけどね、なんかね。やっぱ右を向く。右向け、右。じゃあ、おやすみなさい。目を閉じて。眠れないの、エイデン。何かお話しして。エイデン、喋れんの？喋ってんだ。へぇ、知らなかった、それは。え、エイデン、喋れんの？ああ、喋るのね。こういうことか。これで顔を映してバケバケバー。あ、これでなんかライト、あ、すごい。そんなことできんだ。上見とこう。一頭の象が歩いていました。その象は、なんと、なんだ。ちょっと待って。お前が寝とるんかい。お前が寝とるんかい。ほんでまた同じシーンフリーズになっとると。いや、それはいいとして。おお、ちょっと待って、エイデン。おお、おお。ちょっと戻ってきたらなんかやばいやつ。エイデン、早く。ちょっと。おっさん。おっさん、早起きろ。おっさん。何してんねん。くそー。ポルターガイスト現象起こってん。寝てる場合じゃあ、早く起きて起きて。起きて、起きて、集中して、集中して。ちょっとお前、この野郎、幼女だからってセクハラ良くないぞ。だって、すぐこういうことしたがるんだから、変態ばっかり集まりやがってんやろ。こいつらの正体って何なんだろうね。三本線だ。はい、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 はい。はーい、消える時間ですよ。怖すぎるやろ。あ、消えてる。消えてないね、消えてないね。これどう、これでうまくいってんのか、マジで。ねじ伏せた。あ、消えたかな。あ、ちょっと待って。まだいいかも。いや、そこじゃない。ほら。溶けろ。溶けて消滅して蒸発せ。ほら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 。なんかあれ、メセナみたいだね。じゃあ何だっけ、メデューサじゃなくて。なんかいろいろバイオシックスにこんな感じの敵いるよね。おお、ちょっと待って、そんなアクロバットなこと、まだこの子には早すぎる。 OK、 そして最後こいつを消滅させれば勝ちだけど、勝ちなんだけど消えてくんない。初めての夜にしては初夜から激しすぎる。初夜激しい、初夜だからこそ愛情たっぷり込めて優しくしてあげないとダメよ。はい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 。おお、こっち向かってくんな。そろそろ解けないかな。やっぱ早く入ってこいよ。何してんの、あの名前忘れちゃったけどさ。よし、オッケー。これで全員消えたよ。まだいるんか。しつけ。あー、出た、アクロバット。え？ジョディ、大丈夫か？これはあれなのか、収まった。エイデンがいることによって引き寄せる。勝てる、絶対勝てる。何に？私を一人にしないで、二度と一人にしないで。そういうことやな。
うわー、こんなのさ、7歳、8歳、まあ、何歳か分かんないけど、こんな小学生くらいの頃に出来事として毎晩毎晩起こってたら、もう、そりゃ生きてくのしんどくなってくるわな。これ、カッターでいいのかな？これ、なんか選択肢あった。ドーキンスと両親を観察し、あ、観察できたのか？で、霊体を撃退するもんなんですね。え、撃退できてなかったの？あれじゃ。え、どうしたらよかった？わからん。マジか。悔しい。コールを起こした。起こさないままできるルートっていうのもあったってことだね。わぁ、なんかちょっと悔しいな。撃退できなかったって、なんか、ちょっとお前プレイ下手だって言われてる気がするで、ね、5% ってなると。95% の人は撃退できたわけだもんね。そっか、悔しい。けどまあ、珍しいルートたどれたから、いいとしましょう。ということでね、本パート、まあ、前回と比べてだいぶ短くて楽だったなっていう気がしますが、以上とさせていただきます。また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。